割と、まあ、営業っていうよりは制作側に近いポジションで、あとは、まあ、自分にできることは何でもやるっていうところでプロデューサーをしています。こんにちは、プロデューサーの山村武人です。まあ、自分からそのプロジェクトのハブとなって、まあ、いろんなスタッフアサインしたりですとか、制作スタッフとのコミュニケーションは特に重要に考えてます。まあ、スタッフの考えを自分が理解して納得できないと、まあ、良いクリエイティブが生まれないと思ってますし、まあ、制作も円滑に進まないかなというふうに思ってます。まあ、最近やったニコンさんのブランドムービーの案件なんですけども、まあ、今回4つのアニメーションを全てタッチの違うアニメーターに書き分けていただいて制作しました。まあ、4人のアニメーターの方をアサインしているので、まあ、それぞれ制作の進行状況が違うのを、まあ、取りまとめてうまくスケジュールに落として進行するっていうところがとても大変な仕事でした。ちょっと人見知りなとこはあるんですけど、やっぱりどんな世の中にあっても、まあ、人と人の付き合いっていうのはずっと変わらないものであると思ってるので、まあ、クライアントに寄り添いながら企画力ですとか発想力、まあ、技術力を武器に、まあ、クライアントが満足していただけるものをクライアントと一緒に作るっていうところがやっぱり動画が身近になってきている中でも、そういうところは非常に重要なことかなっていうふうに思ってます。